大吉チャンネル、大吉エンジェル、大吉チャンネル。皆さんこんばんは。大吉チャンネルの大吉でございます。お元気にしておりますでしょうか。今日は大吉の言いたい放題、ね、ちょっといつもの金曜日じゃないんですけども、前回洞爺湖の、動画を公開したんですけども、最初に、公開したのがちょっと音量が小さいということで、確かに私も聞いたら音量が小さくて、次の日に音量をまた、普通の感じで出したんですけどもね、なぜかね、今日あたり聞いてみると、比べてみますとですね、音が戻ってきてるというか、そんなに極端に小さい感じではなくなっていますね。で、後からね、出した公開した方が、ちょっとね、音量が大きかったり、よく原因は分かりませんとりあえず、最初のもね、まあ、分かるぐらいに音が戻ってますね。どうしてこんなことが起きるんでしょうか。もうね、日本とも公開したまんまにしておきますから、ちょっと気になる方は聞き比べて、いただきたいと思いますけど、なんでこんなことになってんでしょうね、わかりませんけど、今日は、大吉の言いたい放題、ですね、ちょっと神社の件なんですけども、参拝の仕方にちょっとね言わせてもらいたいんですけどもね、誰が言い出したのかわかんないですけど、参拝に行った時には、自分の名前と住所を言って願い事を言ってっていうね、そう思ってる方がいっぱいいらっしゃるんですけど、それ違いますからね。でね、私もう動画は公開しているんですけど、ある神社、名前は言いませんけども、まあ、そこそこ大きい神社だったんですけどね、そこ撮影しておりましたらですね、男女の、ね、方がなんか参拝をして手を合わせてやってたんです。で、今なんかそこの神社はね、コロナ対策ってですか、ビニールシートみたいなのがあって、で、右と左に参拝できるようになってたんですけどね、私撮影してる時にそれ、あ、なんか誰か2人いるなっていうのを確認してたんですけど、まあいろいろ撮ってるうちに見たら、まだいるんですね。5分以上はいたかと思うんです。でね、それでまだ いたんで、そしたらね、その後ろにね、なんか人が並んじゃって、で、暑い日だったんで、ね、子供たちなんかもいたんで、いつまでやってるんだって、だんだんみんななんかね、いつまでやってんだっていう顔はしてたんですけど、誰も何も言わなかったんでね、暑い中子供たちも待ってるしね、参拝の方法、マナーっていうかね、あれはないなと思って、私ね、こう撮影してポッとやめてね、そのすぐそばまで行ってね、あなたたちはね、いつまでそこにいるんだって、むしろ見てごらんなさいって、みんな並んでるでしょ、この暑い時にって、いくらね参拝して願い事して、その時間長く言えばいいっていうもんではないんだよ。神様はね、そういうね、周りのことをね考えてあげれない人間は一番神様は嫌うんだよ、嫌なんだよって大きな声で言ったんですよね。だから後ろにいた並んでた人たちは最初ね、びっくりしてね、私の方を見てたんですけど、まあ、そのうちにね、それを言ったらね、その参拝してた男女のね、20代後半ぐらいの人だったんですけどね、いっぱい並んでるもんだからね、びっくりしてね、すぐいなくなったんですけど、並んでた人たちはね、私の方を見てね、みんなニコニコしてね、前にいた男の人なんかこうやってやってましたけどね、なんかね、そういうマナーの悪い人で、ね、一番神様嫌いますからね、ご利益も何もないです。そんなこと言ってね、まあ、さっきも言ったけど、住所名前言って、厚かましいよね、そんなのね、うん、普通に考えたら、なんで神様に住所言わなきゃならない、おかしいでしょ。
黙ってても神様は分かります。あ、この人はいつもここに参拝に来ているな、全部見てますからね。で、まあ、1週間に1回でもお休みの日でも、まあ、それが無理だったら1ヶ月に1回でも、いつもねそこに手を合わせて、ね、みんなのこともね考えながら自分も頑張りますから、どうぞ見守ってください、力を、ね、パワーを貸してください、そういうのが本当でね。で、願いもっと叶えるためには動くのは自分ですよ。間違ってる人いて、もう神社行ってお願いしてきてから、あとは自分は黙ってても神様が何とかしてくれるかのように間違えてる人はいますからね、大間違いです。私前にも言いましたけど、神様は願い事は叶えられません。皆さん勘違いしてます。神様だってね、何でも万能ではない。だからちょっと行って手を合わせたかどうかが大事なんです。それを続けるか続けないかが大事。あと動くのは自分です。いろんなパターンがあると思いますけどもね、行動するかしないかは自分、考えて動くのは自分です。全て自分です。そういうことになります。行かないより神社行って頑張りますから、どうぞまた来ますからね、いつもありがとうございますね、そういうふうにこうやって動けるのも本当に神様たちのおかげでございます。でも本当はね、日本の神様っていろんなことに神様入ってます。まあまあね、普段食べる食物、それを作る畑だって神様入ってます。神様、あ、畑の神様、ね、いますからね。山の神様、海の神様、木の神様、そういろんなものに神様がおります。そういうふうに昔の人からがね、ずっと思い込んでそういうふうにやってるんだという思ってる人がいるかもしれませんけど、間違いなく神様たちはいます。神様がいなくても精霊とか必ずいます。皆さん目に見えないからね、そんなこと思わないんだろうけども、間違いなくいますからね。そう思っていろんな行動をしてみてください。良くないですよ。神社の参拝の方法はね、長くいればいいっていうもんではないです。まあね、誰もいなくてやってんならねいいけど、人がたくさん並んじゃったぐらいになるね、それでもやってる人、それは大間違いです。本当に気をつけていただきたいと思います。いろんなことね言ってそれを信じてる人がいっぱいいますけど、それ違いますからね。皆さんが平等に参拝できるように、まして炎天下ね、人を並ばせるような真似はしないようにしてください。これはちょっとお願いしておきます。ちょっとね簡単なんですけど、そういうお話でした。それでね、あともう一つ、私のこういういつも神社とか公園とかいろいろ出しておりますけど、パワースポットで言っております。神社なら全部がパワースポットじゃないんです。公園なら全部の公園がパワースポットじゃありません。私の言ってる、パワースポットは、私の基準になっているのは何かということを言えば、神様がそこにいるかいないかなんです。神様がいないところはなんぼ神社でもパワースポットではありません。私の言うパワースポットは神様がいるかいないか。公園にだって神様いますからね。神社がなくても公園だとか、まあ、あとはね、細かいこと言えばいろんなところにいるんです。で、私の言うパワースポット、神様のいるところ、神様は一柱二柱って言いますけど、私の言うパワースポット神様が、そうですね、まあ、千柱以上いるところ、まあ千柱ってあれかな、でも500柱以上いるところで千柱、2000、3000、ね、あともう数えきれない、もっとねすごい数の神様がいるところをパワースポットと私はご紹介してます。雰囲気があるからパワースポットとかじゃないんですね。
神様がそこにいるかいないか、それでパワースポットっていうのをご紹介してます。だから私の紹介している神社は、この映像からもパワーで出てます。でまだね、紹介してないところもたくさんあります。回りきれてないところはね、そこにも神様がおります。で神様のいないところは私神社では出してません。札幌、にもまだね神社ってあるんです。でも出してないです、パワースポット。なぜなら神様いないからです。神社に神様必ずいるというわけではありません。そう思ってください、ね、今日の大吉の言いたい方でちょっと簡単ですけどね、ちょっとね、また言いたいこと、神社の参拝仕方であったり、私の言うパワースポットの、基準、ね、基準というか、まあ人柱だからパワースポットじゃないということではないんだけども、ね、大体が何百何千と神様入っております。いますそこに、そう思ってパワースポットだと思ってください。いないところを私、出していきません、後悔していきませんので、そういうことでございました。もうね夏もそろそろ、ね、終わりに近づいてるんじゃないか。もう秋もねちょっと肌寒い感じもって日もありますけど、皆さんね風邪などひかないように、またあのコロナにもね十分気をつけて、ね、行動制限のないとかってやってますけど、それじゃ皆さんが行動制限っていうかマスクしてきちんとしてください。何か勘違いしてもいいんだということでね、マスクもしないでいる人たまにいますからね、若い人は軽症だとか風邪みたいだとか、そう、ところが若い人たちもその後遺症ですっごい数の人が、困ってる人いっぱいいますよ。だから若いも年齢で高齢であっても皆さん一緒に気をつけなければいけません。まだね、治療を完全に治す薬はできてない以上は、インフルエンザとは違います。その辺考えてみてください。それではまた金曜日まで。